写真拡大。広島のアドゥは誠投手20がファームで本格的に先発調整することが決まった。昨季は1軍で53試合に登板したが、今季はチームが掲げる先発10人構想の下、先発調整を続けてきた。開幕ローテ入りこそ厳しくなったが、課題のカーブに磨きをかけ、再び1軍マウンドを目指す。7日の社会人オール広島戦マツダで明確な課題が見つかった。2番手で登板したアドゥアは3回3安打1失点自責点0。序盤はストライク先行の投球ができなかった。後半はそれができたと振り返り、カーブをある程度狙ったところに投げられるようにしないといけないと精度向上を誓った。1イニング目の5回だ。医師からそのカーブで四球を与えた。ブルペンでは完璧までいかないけど、実戦で投げるよりできていると話すが、マウンドに上がると、どうしても開いたりして変に意識してしまう、という。6回には味方の失策から右中間へ三塁打を浴びて失点を喫したが、144キロで空振り三振を奪ったり、ピンチを併殺で切り抜けるなど、随所にアドゥアらしさも見せた。試合後、笹岡投手コーチは、先発としてもっと長いイニングを投げてもらう。今日の投球どうのこうのではなく、ファームで先発要員として準備してもらうと本格的な先発調整を強調した。今季、チームは先発10人構想を掲げ、アドゥアも先発に挑戦してきた。ただ、キャンプ中から不運にも雨天中止が登板に影響。実戦での予定イニングが減り、3回が最長イニングでは、先発としての適性を判断するのも難しかった。現状、先発は大黒柱の大瀬良、ジョンソンに加えて、野村、床田が決定。ここに、久野里と岡田が加わる見込みで6枚は揃っている。キャンプイン前日、緒方監督は、先発10人構想について、どうしてもシーズンに入って、イレギュラー、アクシデントがあって、先発が足りなくなるからねと長いシーズンを見据えての構想であることを説明した。今季は4月後半から12連戦も控える。昨季のアドゥアは高卒2年目ながら1軍で53試合に登板してリーグ3連覇に貢献した。今季も救世主として1軍のマウンドに戻ってきてくれるはずだ。デイリースポーツ杉原氏。